い先生、お布団の外は寒いでしょう。意地張らないでこっちにおいでよ。お布団もふかふかだし、あったまってるよ。こっちならすぐ寝つけると思う。もしお布団だけじゃ寒いなら、私が湯たんぽの代わりになるよ。え？もともとあった湯たんぽ？中身飲んじゃった。そのお布団の中がさ、モルスを温めるのにちょうどいい温度で、さっき仕事してる時に湯たんぽの中身を特製モルスに入れ替えたの。でもしょうがないよね。こうなっちゃった以上、体を温める方法は他にないし。だから今夜は先生が湯たんぽの代わりになってよ。